はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望大使続きをプレイしていきたいと思います。で今はですね、大半を平らげているという状態ではあるものの、西の長宗我部、東の北条と激戦を繰り広げているというところになります。また懲りずにですね、2正面作戦をしているというところなんですけど、ここはねもうすでに兵糧も兵士の数も城の数も含めて、だいぶね、余裕が出てきてますので、2正面作戦をしても耐えられるかなというふうには思っています。では早速続きをプレイしていきましょうというところになります。まず北条勢ですけど、すでに前回で相当に打ち倒しているので、数的にはね圧倒的な有利に進められるかなというふうに思っています。で、ここは小金城、総雲軍との戦いになりますね。勝敗の行方がわからないという場合には自ら采配を振るっていきましょう。ちょっとねどういう構成になっていたかというのがわからないんですが、味方は鉄砲隊が半分以上を占めてるな。敵の方はというと全部足軽ですね。ともなれば足軽が3体いるので、星名隊、あとは久喜義高隊に一条隊、この3体が足軽、残りが鉄砲隊になってるんで、鉄砲で敵を迎え撃つという作戦でいきましょう。無陣形でいきます。基本的にはね陣形、陣というか本陣云々観音とかっていう戦いには今回はならない、狭いところでの戦い、遭遇戦ですねなっていきますんで、どうするかというと、ここに森があるなとなると、まず信虎の軍勢の数は足りないんで、基本的には敵を迎え撃つっていう方がいいのかな。さあ行こうぜ。デチオ覚悟せよ。名武覚悟せよ。威力と包帯で敵を迎え撃つっていう方が覚悟せよいいかな。おそらくですね、この森林、ここにある森ですね、ここを抜けてくる部隊も少なからずいると思うので、その部隊も備えておくという意味で、中央にもね厚みを持たせておきましょう。始めるぞ。でどちらかというと右翼側が足軽が多めの布陣になってますね。ついてこい。天気も良くて、こちらは優秀な武将が揃ってるということからも、普通にやれば、勝ちは揺るがないかなというふうには思いますが、これ森林っていうよりちょっと草地っていう感じかな。そう考えるとほとんどここを抜けて鉄砲が撃てそうですね。このままじゃあ敵を迎え撃ちます。敵に右翼が先に迫ってきてるか。できればね中央もしくは左翼の鉄砲隊から戦いを始めたかったなというところはあるんですが、ただ十分に敵も迫ってきてるんで問題ないでしょう。始めるぞ。命令してくれ。さあ行こうぜ。我が策これに。ゲチオご命令。他まだ鉄砲の射程に入っている確認済みの部隊はいないですね。だいぶ接近されちゃうかなとなると、鉄砲で少し下げたかったかな。叩き潰せ。策のある者がいるよ。始めよ。ゲチオ覚悟せよ。我が策
これに。この策で勝てるはずだぜ。今こそ雌雄を決する時。月覚悟せよ。我が策ご覧くだされ。手加減できるほど器用じゃないんでな。この策で敵を欺か。浅はかなり。さあ、これで鉄砲の正射もしているんで、格の差思い知るがよい。ね、敵の士気を総理で瓦解させていきたいんですが、ノブトラに、こちらの総大将ノブトラに張り付かれると、ノブトラのご覧のように兵数が260と少なめなんで、そういう状態はあまり作りたくないなというところですよね。なので組みつかれないようにだけは気をつけましょう。我が策これに。で、残りは今晴れてるこのうちに鉄砲をこれでもというほどに撃っていきましょう。我が策ご覧くだされ。我が策ご覧くだされ。策がございます。この攻めかわしてみせよ。まだね、あの画面上の指揮ゲージは一進一退互角を繰り広げていますけど、この後ね、敵1体2体と鉄砲隊で戦意を削っているところと、右翼の足軽2体で攻撃しているところで流れが変わるはずなので、まずはそこまでしっかり持ち込みましょう。今は引くぞ。敵はまだ始めるぞ。ご命令覚悟せよ。出しては来ないですね。王状態総理の本体はまだまだ前に押し出してくる気配はないんですが、そうなると今戦っている前線で戦っている部隊数は圧倒的にこちらが有利になるんで、このままね差し切りましょう。これに。我が策これに。やっぱね、このゲームも完全に鉄砲ゲーム化しましたよね。鉄砲が本当に強い。時は今、力を合わせよ。さあ、右翼から足軽隊を撃ったり中央に出して敵を包囲する構えに移りましょう。ここで雨か。雨はしょうがないですね。で、右翼はですね、敵の一体迫ってきてますけど、この柴田隊はこのままこらえましょう。始めるぞ。覚悟せよ。雨がね、いつやむとも知れないので、鉄砲隊の鉄砲隊が、鉄砲隊の鉄砲隊っていうのもおかしい。鉄砲隊が消耗するのももったいないんですが、ここは後期と見て始めよう。一気に始めよう。蹴りをつけたいですね。こうなるとね、足軽隊が3体しかいないので、雨が降って鉄砲が使えなくなると少し攻撃力、全体的な攻撃力が落ちてきちゃうんですね。さあ、ここで右翼の方なんですが、敵に回り込まれてこちらの後ろをさらに突かれないように先に中央に張り出しましょう。なんかミッキーマウスみたいな形になったけど、我が策ご覧くだされ。あんまりね、陣形を乱すとこの後の戦いに影響が出てくるので、そうならないようにはしておきたいんですよね。始めよ。この一撃貴様にかわせまい。油断大敵だぜ。ここで敵の中央を完全に崩壊させました。ここはここから巻き返すと。どうだろう、もう撤退まで追い込んだ方が早いかな。ただね、この後無傷の北条の本体がまだ残ってるんで、この本体と戦う時にこちらの指揮ゲージが減りきってると結構一気にひっくり返されたりっていうこともあり得るんで、そこはね、ちょっと注意をしっかりしましょう。我が策ご覧くだされ。僕の手じゃ見せてやる。この策で勝てるはずだぜ。
この手でいただくとしよう。ご命令を。我が命に従え。敵の居所を知れました。今だ、放て。雨が引き続いているっていう状況だな。始めるぜ。ここも左翼の茎をした方を中央の方へと迂回させましょう。でだいぶ中央が狭くなってきてるんで、一部の部隊を右翼に戻します。右翼の方から敵2部隊が迫っているので、この2部隊をね、味方も2部隊出してしのぎましょう。やりたい、前へ放て。さあ追撃がどこまで効くかですがね、あんまり追撃しすぎて突出すると危険なので、ここは勝負を焦らずに一旦戻しましょう。その上で天気がね変わってくるのを待ちます。さあ行こうぜ。この戦、雨さえやめばまた鉄砲の正射ができるんで、そうなるとねだいぶ楽になるはずです。やりたい、前へ。さあまだね勝負をかけるのは少し早いかなっていう感じなんだよな。我が策ご覧くだされ。ここで鉄砲を生かして回しましょう。おっと、右翼の方では敵に後ろに回り込まれて強力な状態になるな。あそこの戦線が崩壊すると後ろを一気に突かれるんで、どうしようかな。位置状態を回しましょう。策がございます。でようやく雨は上がってるんで、ここからまたね鉄砲を正射しながらしっかりと敵を削って守備を削っていきましょう。この策で敵を欺か。この策で勝てるはずだぜ。ちょっと勘助というか信虎のいる部隊ただでさえ兵数が少ないんで、そこでちょっと危険な香りはするな。あのままね敵に組みつかれてると、大将が先に戦線から離脱することになりかねないな。この多田光頼隊の撤退はいいです。本当30人ぐらいしかいなかった。この策で勝てるはずだぜ。さあこのターンで決めるぐらいのつもりで一気にいきましょう。また雨が降ってきても困るしね。我が策これに。下地を命を覚悟せよ。我が策ご覧くだされ。この策で勝てるはずだぜ。さあ行こうぜ。ご命令覚悟せよ。デジ覚悟せよ。正々堂々勝負せよ。ちょっと今押され気味になってますね。一時ほぼほぼ押し切れるかなというところで敷ゲージ削ったんですが、味方のただ隊が撤退したことによって少し不利な状況になりました。やりたい、前へ。さあここをどうするかですね。命令してくれ。これは決めに行きたいところなんで、覚悟せよ。ただねあんまり出すぎると今度は前の高安隊が少し兵が減ってきてるんで、あんまりねむちゃくちゃ前に出るということも難しいかなという状況かな。始めるぞ。我が策ご覧くだされ。この戦これで終わらせる。これにて幕とさせていただこう。放て。前の長安隊がもう40人
しかいないな。40人ってなるともう始めよう。なんていうの、その我が策、これに舞台としての価値はない。避け切れるかな、そうなると。あそこで残っちゃってると結局撤退しちゃうとね、また指揮ゲージが戻されちゃうっていうね、始めるぞ。それは避けたいなっていう状況なんですか。我らが意地見せてくれようぞ。今は引く、今は引こう。やりたい、前へ。なんとか18で前の隊は下がれたね、後ろに。さあ、じゃあこれで最後決めにかかりましょう。策のある者がいるよ。この一撃、もうこのまま鉄砲を仕掛ければ敵は全面回復するんじゃないかなと。始めよう。我が策、ご覧くだされ。ねえ、この策で勝てるはずだぜ。ご命令を。策がございます。この攻めかわしてみせよ。ご命令を、始めるぞ。一度引くぞ。さすがに防状態だけあって強かったですね。知れました。勝ち戦だ、宴の支度だ。まあ、信虎はね、ご存知の方多いと思いますけど、信玄に追放されてますからね。かたじけない。さあ、これで小金城は多分取れるでしょ、このまま。朝倉隊もここは力攻めに変えて、あとは信長がどう動いてくれるかと、光秀隊がいい直政隊とぶつかるな。あの辺の動きをちょっと注目する感じになりますか。もらったぜ。これで小金城も取ったので、残るどうだろう、北条側の城の数、もう数でいうと両手で収まるぐらいの数になってますか。そしたら信虎隊、次もう動かしちゃいましょう。元桜城まで兵を進めましょうか。ついてこい。宇治テルの居城になってますね。北条宇治テル隊。敵が我が領内に向かっております。ん、長坂部隊が高田城に62,300。そうか、これどう撃破するかだな。どうするかな。今集結中の部隊を、信秀、織田信秀の 93,900、 これを高田城に向けて発信させるっていうのが一番いいかな。すぐにね、戦局が行くとも思えないので、勝ち時を上げよう。敵も集結するのに多少なりとも時間がかかりますからね。乱世が望むは俺の天下よ。さあ、星城も信長が落としました。ではでは、次どこに誰を派遣するかっていうところだな。今展開中なのがかなり豪華になっていて、信長、あとはこれは諏訪勝頼になってるかな、ちょっと確認しますか。光秀ですね。光秀、家康、信虎、朝倉、まあこんだけ展開してるんで、まあどんどん兵を進めていくのがいいでしょう。信長はじゃあ北上していきます。参るぞ。参るぞ。進め。いや、北条もね、親族衆がかなり強力ですからね。手を打ちましょう。進め。
朝倉隊もこのまま兵を進めて、進め、ガシガシ進んでいきます。で、気になる長宗壁の動きですね。ここどうする、もう一体ぐらい兵が出せるかどうかちょっと確認しましょうか。そう、ちょっとぐらいしか出せないんで、数でいうとね不利になるかもしれないんですが、戦場の設定さえ余らなければ十分に勝機はあるでしょう。で、海戦岬方の岬を取りましたね。王女宇治南、ここは処刑していこう。一門衆はここで終わるなんて、見かけによらず、なんか可愛らしい声してる。参るぞ。ではこのまま房総半島に渡海して、立山城を狙います。続け、取り囲め。包囲せよ。おっと、これで総布辞令が出せる状態になったか。じゃあ今のこの合戦で終わりっていうのも虚しいんで、もうちょっとだけ進めますかと思ったら、はいにしちゃいましたね。というわけで石田三成プレイもここまでになりますか。じゃあちょっとこのままエンディングへ入っていきます。おそらく動画の配信では前後するかなと思うんですけど、実は信長プレイ PS4 でやっていた信長プレイでは先に総布辞令を出してクリアしています。ちょっとまだ動画の配信が最終話までできていないんですけど、動画の配信上は多分この石田三成プレイが一番最初に信長で大使クリアした動画の配信になるかなとは思います。一応ね、上級というか難しいというか一番難易度の高い状態で始めたんですけど、やっぱりここは兵糧、特に前半は兵糧、後半は鉄砲が重要になってくるなっていうのがよく分かりましたね。この後はクレジットが流れていきますので、もう少しだけ流したらね、この信長の予防大使石田三成プレイは終了とさせていただきたいと思います。本当に、だいぶね、また第十何話とかまでなっちゃいましたけども、最後までお付き合いいただけた方本当にありがとうございました。まだまだね、信長の野望シリーズは、信長の野望大使はもちろんなんですけど、一つ前の戦国立志伝、あとはね、過去作品全部やろうということで、今烈風伝まで進んできてますんで、信長の野望楽しみにしていただいている方もしいらっしゃればですね、そちらの方も引き続き、応援いただければ嬉しいなというふうに思っています。というわけで、今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。